はい、皆さん、こちら CCS というわけでオーロライベント満を持してやっていきましょうか。オーロラは今夜あたりにというわけで、外へ出て夜空を眺めていれば見ることができるだろうか。ということは待っていれば出るということでしょう。待ってみましょう。いや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 、5分経ったんだけど、私もしかして騙されている？待て待て、アンナさんだよね。情報源妖精ではないよな。ランスのアンナに今夜あたりオーロラが出そう。ちょっと待て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 、貴様さては中身中身妖精なのでは？え、出ない出ないよ。今夜あたりってか夜にならんのだが、宿屋に泊まっても前回夜にならなかった。え、さすがにさ、5分、え、5分じゃない、夜って言ったら何、12時間くらいは待てとか言われるのだろうか。あ、外か。待て待て待て、外外、ああ、なるほど。おいおい、アンナ、5分待ったが出ない出ない出ない。絶対さ騙されてる気がする。は？いやー、積んだわ積んだわこれいやー、積んだわ。じゃあさ、とりあえず前回気になる装備をゲットしたんですよ。装備というかアイテムですね。竜輪これやばいっしょ。どう考えてもさ、竜輪装備がゲットできてしまう気がする。あ、そうか、待て待て待て、足りま、あ、ちょちょちょ、足りませんじゃない、足りるんだって。おらおらおら、お前脱げ脱げ、男の子だから脱がしても大丈夫。そういう問題じゃないか。よし、強化道着。いやー、武道着持ってるのはマジ優秀この少年。あー、ヒドラレザーね。これちょっとコメントいただいてたんですけども、取りだめが多くて、レアドロップヒドラでしたっけ、あの三つ首のやつから取れたらしいんですよ。いやー、ヒドラの皮逃してしまいましたね。しかし、全ストッパーか。いやー、竜輪の鎧とかさ、竜輪の盾とかさ、ゲットすることはできないのだろうか。うわー、何もない。ただのアクセサリー22、弱くないか仮にもさ、島貴族が落としたんよ。しかもなんか若干さ、レアの匂いもしない、レアじゃないのかな。あとはナイチンゲール、これ結構有能だったらしい。めちゃめちゃ弱い。12 威力12、めちゃめちゃ弱いかと思ったんですけども、なんかね、コメントでめっちゃ強いと言われたので素振りしていきましょうか。あとはカタリナさんに聖王の槍っていうのもいいらしいんですよ。素早さ依存の技をひらめくらしいんですね。で、カタリナさん今素早さ28、29かやばなので、カタリナさん槍っていう線もあるんだが、武器欄がね、もういっぱいないよね。どうしようか。いやー、カタリナさんタンクだから盾は外せないよね。回復か、回復重要なんだよな。前回のさ、ビューネみたいなことがあると、これはめちゃめちゃ重要。いやー、でも一旦ひらめくまでは聖王の槍使ってみようか。で、聖王の槍の代わりに最強のブリッツランサーをロビンさんに装備させる。あ、そうだ、七星剣、これね、めちゃめちゃ強いらしいよ。なんかコメントをいただきました。伝説の聖剣、七星剣来ましたね。これある条件を満たすと凄まじいことにある条件ってなんだろうね。七星剣だからさ、陣形か。待て待て待て、陣形じゃない？北斗七星陣形みたいなものがあった気がしないこともない。待て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 、竜神じゃないこれ、北斗七星っぽくない？
1,2,3,4… あ、5か。あ、5… 5世か、これ。違うか。いや、でも発想は悪くないのではなかろうか。七聖剣に合っている陣形あるんじゃないかな。コンビ七聖剣、いやー、わ、え、龍神、ちょっと多分違うと思うが、見ろ、これが私の七聖剣の威力。シュキーン、640、強くない？いや、これはさ、陣形効果があったのでは。いや、ロビンのブリッツランサーで500か。銀の手で、タチアナさん二刀流だもんね。普通っぺーなー、普通っぺーなー。あ、てかさ、これ投げちゃう、もう。いや、ほんとね、使わないんだわ。呪われてるんだわ、ブラッティソード。使いたいんだけど、なんか使って、だったら全滅して巻き戻ってまた戻ってくるし、装備になんかね、このブラッティーソードがなかなか捨てられない。もう雑魚で捨てちゃっていいんじゃない？あれだ、コメントで、魔王の斧とブラッティーソードのファイナルストライクが違うらしいんですよ。打ち比べてみてほしいというコメントがあったんで、打ってみましょうか。ブラッティー、はい、ファイナルストライク。いや、これね、前回も打ったんですよね。なぜか巻き戻って戻ってきた。今回は戻ってこないように。サメカチ。お前普通にさっきさ、素振りしたら650くらい出たんだが。待て、これが魔王の斧だ。これセーブしとこうか。さあ、これが魔王の斧だと。ファイナルストライク。あ、同じじゃないこれ。見た目全く。あ、うん、いや、同じなのではなかろうか。同じなのでは。全体、あ、さっきの全体ってこれ強っ。ダメージ強っ。あ、そういうことか。魔王の斧はダメージ倍率がかなり高い。そして、もったいないのでリセットする。いや、使い道はないかもしれんが、いやー、どっかであるかもしれんからね。一応魔王斧は外しておこう。いやー、すっきりしたわタチアナさん。そうしたら、本当はね、巻き割りはノーラさんがいるから、もうちょっと目新しい技をひらめきたいんですよね。うん、だから本来は剣メインでいきたいんですよ。しかし、巻き割りよりいい技がひらめくのだろうか。現状マジ剣弱い。いや、これだからね。劉備返し。劉備返しは、ちょっとね、巻き割りに比べたら、相当劣るよね。いやー、なんか、ひらめかないといけないんだが、地道に七聖剣メインで素振りしてこうかな。本気出さなきゃいけないような、やばい敵が来たら、巻き割り、ダイナミック。てか違うんよ。我々さ、そんなことをしに来たのではない。オーロラを出しに来たんだが、一切出ない。夜になりそうなイベントってなんかあったかな。オーロラの情報を聞いたのがランスだから、おそらくランスで何かあるとは思うんだが、しょうがないから結婚申し込んどく結婚申し込んどく。なぜか結婚しないのよ。なぜか。やっぱさ、妖精なんじゃないのこれ。嘘ついてないか。攻略見なきゃいけないのこれ。また私負けんのか。ムマの時のように。いやー、でもムマは、わかる人にはあれはわかったらしいからね。私がちょっと戦わないっていうコンセプトの進め方をしているから見つけられなかっただけではあった。今回戦わないから夜にならない。ありえるっちゃありえるんだよな。外へ出てたもんね。外、家の中ではないよな。外はあれか、西欧病。確かにさ、なんかここ、
いい感じじゃない？空見えてるし、このまま夜になったら、ふわーっとこう、オーロラが見える。見えたわ。これ私見えたわ、今、オーロラ、来るわ。出ない出ないんだが。出ないね。嘘だろ？もうさ、私、攻略を見る時が来てしまいました。見るか。ワールドマップ画面で1分30秒。待ったよ。待て。ワールドマップ。あ、こっち！あー、こっちか。ここ。この発想はなかった。これは無理でしょう。これはわからんよ。外って言われてさ、この画面、マジか。絶対にわからん、これは。わかる？わかるのか？わからんと思うが。ちょ、待って。え？赤くなっ、これ何？これはオーロラとは別？これ何？デフォルト？デフォルトで赤く、オーロラ来た！これでしょ？めっちゃ綺麗！すげえ太陽風だ！そして何？これ。出ました。私出ました。どうすればよろしいでしょうか？アンナさんのところ行くか。違う。待て。なんだこれ。オーロラの道がある。オーロラってさ、何？こんな風な出方するか？なんか違くない？これ。なんか違う気もするが、ちょっと行く前に、あれだ。一旦少年はいらんよね。ちょっと抜いておこう。ちょっと待って。なくなってるし、ちょっと待って、今俺、セーブしたよ。一回しかさ、出ないなんてことが。よかった。あぶねえ、積んだかと思った。オーロラへの道、行きましょうか。FF6 っぽくない？ FF6 のさ、完全にオープニング。綺麗。すげえ。私、ここ、進んでいくことが、なんか、ワープしたが。雪の街。なんか洞窟あるし。雪だるま作ろう。完全にさ、これ元人でしょ。今、位置変わんなかった。気のせいか。待て。これさ、雪で凍結して死んだ人かと思ったら、位置が変わっている。お前、動けるな、さては。でも話してくれないし、謎すぎる。待て。上の洞窟行っていいのだろうか。喋った。雪だるま喋った動いちゃダメじゃないか。だって、くすぐったいのだ。かわいい。バレてしまっては仕方がない。戦う。雪の町へ、ようこそ何こいつら。めっちゃかわいい。もう喋ってくんないし。待て。氷の剣を取りに行くのだろう。連れて行ってくれなのだ。聖王様と一緒に行って以来、そういうこと。なるほど。あれだ、ワンピースのさ、ブルッ
ックみたいなもんですよね。違う、ちょっとなんか今わけわかんないこと言ったかもしれん。ブルックはゴールドロジャーの船に乗ってなかったわ。なんだあれだ、花の人、クロッカスさんみたいな。でもクロッカスさん300年も生きてない。わけわかんないこと言った今。なかったことなかったことにしよう。というわけで、私なんか聖王と一緒に旅した。連れて行ってくれなのだ。めちゃめちゃ強いやつが仲間になった。お前その HP で聖王と一緒に行けたのか。裸だし。ほんとか。ほら吹いてないか。聖王の仲間にしては弱い気がしないこともないが、そして気になるのは、ないし、ちょ、氷の剣とか言ってたよね。めちゃめちゃさ、あの、ガラハゲが喜びそうなワードがあったんだが、めっちゃ動いとるし、氷の剣を取りに来たわけではないが、あると知ってしまったら、取らざるを得ない。氷銀河で長い時間をかけて生み出される剣。どんな炎でも剣を溶かすことはできません。はあ、そういうことですか。これさ、島貴族今倒したのって影じゃないですか。本体がいるわけですよ。アウナス死んだなお前勝ったわアウナスに。あ、これは宿っていうか酒場か。しかしなぁ、こんなところ我々にはちょっと厳しすぎる。客間がもうすでに氷点下。お、道具屋さん。あー、これだけ。永久氷床さえあれば、町の外へ出ても私たちの体が溶けることはありません。はー、しかし永久氷床が成長するには、氷の剣以上に時間が必要なのです。へぇ、でもこれフラグだよね。多分この雪だるまさんが仲間になって、普通のマップにも連れ出せるようになるのではなかろうか。氷銀河は暖炉倉庫から行けます。しかし大変危険なところ。暖炉倉庫、あ、なるほど。一旦休んでいく休み方、行き倒れている。ということは、上にも、特に行くとこはない。下に行く？もう、こっから出て、めちゃめちゃ綺麗。氷銀河。うわあ、巨人がいる巨人おるんだが、マジ言ってんのか。雑魚としてこんなのがカッポしていていいのだろうか。明らかに巨人の里一回くらい様子見てみるか。さあ、やっぱり普通サイクロプス、そもそも人形が待て、我々の人形が、うわー、雪だるさん入れるべきなのだろうか。迷うが、一旦これで行こうか。ちょ、邪魔すぎる。まあ、ひらめかんとは思うが、ちょっと素振りをしながら、ちょっと待って。おぉ、なんかめちゃめちゃ強かった。というか HP が高すぎた。しかし何もひらめかないという。ボスっぽいな。左取れるこれ。そして右に凍っている女性がいる。これは気になる。一旦セーブしよう。左を抜け、手はいけないでしょうね。おー、これはセクシーふうか、これはまずくないか。さあ、我々本気を出していく時ですよね。明らかに女性、スクリュードライバーついていきましょう。弱点マジ18禁なんだよな、ロマサガセリ。私が変態なわけじゃないからね、これ言っとくけど。
ロマサガ3の仕様だから。いやー、ひらめき期待してもいいが、どうしようかな。タチアナさんだけはひらめき期待してみる。多分ね、敵のレベルが足りなくてそんなにひらめかないと思うから、素振りする必要はないと思うよね。体力吸収してゆく。お前はサキュバスか。巻き割りダイナミック。おお、弱点じゃなくても巻き割りほぼ同じダメージだもんね。ほんとね、巻き割り、そしてこの総流派が強い。ただ2等213か、さすがに巻き割りかな。いや、でもさ、え、冷静に今敵なんかしてきてないんじゃない？これひらめきチャンス、これは突き放題行使。あー、待って待って待って、関川は、あー、混乱、ひらめかない。状態異常は一応タチアナさんが直せるから。神秘の水1回しか打てないのか。エルショー地味に痛い。いや、倒すか。ひらめきはおそらく無意味。本気でいこう。あ、初めて使うかもしれん。ポタ復活してゆく。さあ、カタリナさんは回復してあげたい。あ、そうか、生命の杖ではなくあえて術で回復することによって術ポイントの成長を狙っていこう。ついていく。あー、誘惑系はオッケー。男性陣強い、見慣れてますから。もうノーラさんで見慣れてますから、我々このくらいじゃ動じない。おー、よし、そんなに強くはなかった。中ボスという感じですかね。さあ、これめっちゃ気になるよね。あー、点滅している。え、以上。待て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 、そんなことある。え、え、てか何、永久表彰今ゲットしてた。もうもうやば。え、永久表彰をゲットしたらさ、装備するんかな。装備して、あ、違う、あ、やっぱそうだ。へえ、これさ、これ装備しないでさ、外に連れ出した瞬間にさ、雪だるさんがさ、ごめんねみんなって言いながら溶けていなくなっていくのかな。やってみて。これどうなんだろうね。え、そしてさ、違う違う違う、溶かさなきゃいけないんだよこれ。逆逆、なんかないのか。我々炎系の火星の砂とかさ、とりあえず投げておけばいいんじゃないか。火星の砂じゃない、絶対そうでしょ。え、まだイベントは早いということか。今のうちにちょっと触っとく。やめよう。氷でもそういうことはやっちゃいけない。あ、待って。明らかドラゴンおるよね。そしてこ、あー、氷の毛。ドラゴン倒せと言われたな、これは。いや、ドラゴンか、先制ブレスの可能性高いよね。先制ブレスはデザランはね、強いよ。カタリナさん盾になってくれるから、物理攻撃を受けてカウンター、マタドールとかできる。これ強いんだが、ブレスを考えると虎穴陣かな。デザランはね、全体攻撃に弱い。技ポイントは回復しなくてもいいのではなかろうか。行きましょう。さあ、ドラゴン、うわ、めっちゃ強そう。ドラゴンルーラー。